はい、ーい今、釣り王国、北大東島に来てます。おじゃあ、一人降りて、そこからじゃあ、荷物を渡していくか。はい、よよし、お願いします。おい、よっしゃ。なんだこれ、ハリス何号なのこれ。これ100号っすわ、これ。重りもこれな、300。さあ、そろそろ出港です。先ほどの石積みがこちら。あ、でっかいサイズいるな、結構。ほら、うわ、ローニアジがいる。ほら、ガーラも混ざってるぞ、これ。やっぱあれだね、層が違う。石積みがいる層とガーラがいる層が違う。水深、これが棚合わせってやつか。どっちでもいいし、キワが好き、あいつらは。はい、出港。すげー。あれ、南大東？あれ、南大東。今日、ベタ投げの方ですか？昨日よりはつけてるんですけど。つけてる。大丈夫だと思う。大丈夫な方、はい、なんと今の時点で水深 70m です。すごい水深深いな。まだまだ進むらしいですね。今出港して5、6分ですね。はい、釣り場に到着ですね。じゃあ今仕掛けの準備してますね。おっとっとっと、滑る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 。今な、何を釣るんですか今。ムロアジ狙いですね。餌狙いですね。あ、餌、餌はムロアジを使うということですね。竿を使わずにこうロープで、この方が一番効率がいいんで。楽しむんじゃなくて、今回仕事に来てますからね、これはね。え、もう釣れたんですか。おお、なんか釣れてる。外れた。どうですか、釣れてますか。おお、すげえ、釣れてる。今釣り合ってますかっていうか、釣り釣りそれで釣りしてますか。GoPro 設定してるのか。 GoPro やってる間にもう両者も釣るんですよ、魚。1秒たりとも無駄にしないこのスタイルですね。で、餌をつけてね。お、もう釣れてますよ。おー、ハゲ。釣り方がもう量ですね、本当に。この青いのも全部青いの。あ、真下になんかいる。うおー、でっか。おー、でかいな。おー、いろんな魚が下にいますね。さすが、大きい。うわ、見て見て見て。あ、いこう、あいこう。はい、挑戦ですね。まずは、こちらに赤網を入れます。5メーターぐらい沈めて、当たりを待つということですね。あ、来た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 。重くなった重くなった重くなった。お、ってことはあれですね。あー、かかってる。よっしゃ、2匹。すぅ、2匹ゲット。で、これ取るまで出せとるから、ちょっと針外し挑戦したいですけど。大丈夫、早速、粉酔いが起きてるんですよ。早いっすね。ハマった。やっぱきつくなってきつい。やばいっすね。漁師の仕事はこれぐらい厳しいんですね、やっぱり。船長のヒロクさんはバンバン釣ってますから、これいいサイズのムロアジ。さあ、次はタケシが挑戦。さあ、投げていく。さあ、だいたい5メーターぐらいって。ブルってるぜ、ブルってるぜ。さあ、何匹釣ったのか。ナイスムロアジ、1匹ゲット。もう現在ですね、10分でこちら12匹ぐらいいますね。これちょっと漁師の仕事慣れが必要ですね。慣れが必要。船酔いになれないといけないですよ。どんどん釣っていきましょう。だいたい何匹ぐらい釣れます。多い時が、巻き餌まで使うってなると100匹くらいは。100匹、あ、これもうだいたいなくなるぐらい。そうですね、巻き餌打たないんで今日は少なめで。少なめらしいです。今回初心者がいますからね、ちょっと合わせてるかもしれないです。なるほど。本来なら100匹釣るらしいです。ありがたいです。3ヶ月の白期間モード。優しいですね。優しい。最初から隣散らかされるから心配しよう。確かにな、このギャフとかでね、どつかれると思ったんで。ヘルメット必要かなと思ってます。建築業はヘルメットの上から平気で叩いてきますから。ハンマーでな、まあ、叩かないとこもありますけど。叩きますね。ハンマーです。ハンマーで叩く。ヘルメットの上からだから大丈夫と思ってるけど、障害者ですからと思って。建築業の皆さん、叩かないでください、ヘルメットの上。はい、終了ですね。早い、結構余ってるんですけど、まあ、20匹程度で大丈夫かなということで、はい、終了です。効率いいっすね、めっちゃ早かったもん。早かった。この10分ぐらいじゃないですか、うん、出来事としては。次はどこ行くんですか。マグロのいる棚まで。これ楽しみだ。で、今あちらシーアンカーってやつ。シーアンカー、これが膨らんで怒りになるんですよ。うわ、重そう重そう重そう。やっぱ海んちの人が筋肉ある理由が分かりましたね。あ、もう早速つけてますね、もう、うん、美味しく食えるサイズを餌にするってことですか、これ。エラがけ、おー、落としていく。落として、まさかこのまま走らせる感じですか。そのままっていうか、リール、これソルティガ、ソルティガですか。はい、さあ、今泳がしてる状態ですね。あれですか、トローリングですか。今泳がせトローリングらしいです。釣れそうになって暴れるんで。なるほど、ムロアジが逃げるんですね、食われると。さあ、スーパーリーチなるのか。もうこっちで 100m なんで。
水深100。早すぎる。ちょっとしか進んでない。泳がせトローリングに挑戦ですね。あ、もう早速大物釣り。朝一早いっすよ、展開が。さっきまでブローワーで釣ったのに、うん、気づいたら大物狙いに変わってましたね。ソルティガの6500万です。相当いい値段しますよね、これ。装備はすごい。これセットでもう20万くらいいくんじゃないの、これ。さあ、たけしに代わってちょっとね、今暴れたみたいですね。すごいぐらいなんかドラッグ出てますよ。嘘。あっ、ほんとだ、ほんとだ。これワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。いいですか、俺らつって。いいよ、いいよ。マグロデビューしちゃっていいよ。ほんとだ、左右逃げてるね。右行ったり、左行ったり、なんか追われてるぞ。逃げ切ってんだ、あの状態で。ハンドキャップを背負いながらマグロから逃げ切るっていう。ちょっと餌がね、有能すぎますね、これ。これ、ムロアジで、マグロの他にこれと、沖沢ら、沖沢ら僕、たまにも商売。すげえ、カズキも釣れるみたいです。ちょっと今、回収してますね。反応はあるんですけど、食ってこないんで、こちらのワイヤーをちょっと細くするみたいですね。腕が問われますね。これでちょっと当たりの変化が変わるかもしれないですね。細いワイヤーに変更。そして餌も新しく、ムロアジですね。よし、投げして、で、さあ、投げた。はい、ヒッチャーの交換ですね。さあ、ワイヤーも書いてね、一気に当たりが来るんじゃないかなと思ってます。ハリス150号です。沸騰。沸騰すぎるだろう。これで吹かせたアビやったら0匹で終わるだろうな。0匹ですね、確実に。一生釣れないですけど、バランスいたろだろうな。あれですね。勝てたら勝ち。おお、ドラッグがバンバン出てる。暴れてる、暴れてる。食ってくれ。なんか動きが止まりましたね、一瞬。暴れてんか。めっちゃ暴れてますね。ドラグが出るぐらい暴れてる。もう右左で左でブロアジが切れますね。おおおお、食った。お、食った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 。あ、乗った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 来た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 。じゃあ行くぞ。でかい。重たいですか。重たい重たい。おー、すげえ。よっしゃー、もうちょいもうちょい。さあ、魚はまだ見えてこないですね。さあ、重い。おー、ごめん。ぐんぐんぐんってくる。すごい、なんか曲がってますね。さあ、何キロぐらいあるんでしょうか、これ。どうだろう、船横移動した方がいいかもしれないですね。後ろだとペラに巻かれたりも。やばい、超重い。頑張って。お、今からまた走るんで、船べりだけ気をつけて。やばいやばい、全然今から走るんで。やばい、なんで。やばいやばい、ドラッグが。魚がサボってただけ。やばいやばい、待って。本気。サボってただけ。魚がサボってる。よっしゃ、今。すげー、めっちゃドラッグ出てる。さあ、頑張れ。あと、もうちょいだぞ。これはバラしたくない。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、こっからが勝負。おー、負けてる負けてる。頑張って頑張れ。元気してくるだろ。おお、ドラグめっちゃ出てますよ、これ。多分マグロだと。あ、切れた。あ、いいや。こんなことがあっていいのか。マグロ。マグロ。いや、申し訳ないです。いやいや、逃げるのはしゃーないですよ。でかかったな、今の。でかかったですか。キロくらいあるんじゃないですかね。切れてますよ。針外れるとかじゃなくて、ワイヤーが細いから。ワイヤーがちぎれるってあるんだ。ありえる、そういうこと。緩めてましたよね、結構。緩めてたけどダメでしたね。緩めて体力を奪って釣ろうっていう作戦したんですけど。あんなにパワーあるんだ。はい、やった。まだチャンスあります。おお、次に活かしましょう。はい、先ほどちょっと細いワイヤーだと食いが良かったんですけど、やっぱ細いと切れるということなので。ちょっと魚がでかかったですね。やばかったっすね、あの走りっぷり。他じゃ味わえないっすよ、これ。ワイヤーが切れるぐらいの引きですからね。俺も切れるとは思わなかったっすよ、あれ。ワイヤーこの海走った時に合わせると、もうスピード乗ってるんで反転してるってことなんで、その時はもう思いっきりドラッグちょっと締めてガンって合わせるような感じで。次こそ取りましょう。次はいけるはずです。はい、はい、こちら2本ですね。こちらはワイヤーじゃなくてナイロンですね。ナイロンの方が食いがいいんですよ。ただナイロン食いいいんだけど、竿だとすぐ切れるみたいです。マグロがかかれば終わりなんですね。竿2本だったからね、どうかはちょっと変わってくると思います。完成した。おお、乗った。ねえねえ、お父さん、ハリサイ探偵団って知ってる？知らないな。知らないの？釣りよかなら知ってるけどな。釣りよか知ってるのにハリサイ探偵団知らないの？知らないな。もうしょうがないな。じゃあさ、いいことを教えてあげるよ。うん。動画を見てみたらわかるか。なんかマグロとサワラの食い方の違いってあるんですか？サワラの場合はムロアジに向かってとりあえず突進して食いちぎって。食いちぎる。もう真っ二つ。ジャンプして食いちぎって、でその残り
が釣らないから。